どうも、ゆらチャンネルのじやまです。前回ですね、先輩職員の平政さんとクイズ対決をしてきましたけれども、ちょっとボロ負けしちゃったので、今回はですね、私の先輩のねばるさんと一緒にですね、クイズ対決をして勉強していきたいと思います。ねばるさん、今日はよろしくお願いします。あ、ねばるです。よろしくお願いします。お願いします。形式としては10問のうち、まあ、どっちがたくさん答えれるかという形にしていきたいと思います。はい。第1問、発情の旬はいつでしょうか。はい、9月。あ、シュートシュート。秋だね、皆さん。バリ夏こんくらいですよね。はい、はい、春と秋。お、でかいです。やったー、ちょっとやったー、ちょっとよしよし。春が初夏、うん、で、秋が戻りが、うん、で、旬が2月。第5問、あんこう鍋の具のあんこうの種類は次の3つどれでしょうか。一般的なのです。1、カエルあんこう。2、ちょうちんあんこう。3、きあんこう。山田さん。3のきあんこう。正解です。すげえ。まあ、ちょうちんあんこうじゃないかな、ではないなと。あ、第6問、はい、海賊の魚としてギネスに載っている魚は。はい、山田さん。クロマグロ。はい、山田さん。バショウカジキ。正解です。よっしゃ、これは嬉しいですね。消化時期って生態、制御の姿がかっこいいんですけど、幼魚の姿なんだろう、コンパクトにまとまっててすごい可愛いんですよ。よかったら調べてみてください。すごい青色で美しい魚体なんですよね。赤身の魚を4つ答えろ。はい、マグロ、ツオ、サバ、ブリ。あ、はい、あ、正解です。やった。イカの心臓はいくつ。じゃあちょっと、はい、山田さん。3つです。正解です。おお。第10問、はいはい、ヤマメが海に降りたら何になる。謎謎だから、これは。いや、うん、シンプルに。シンプルに。どういうこと、これ。名称が変わります。ヤマメ、ヤマメって海に行くんで。こう、じゃあ答えちゃいましょう。全く、すみません。海に下る答えはタクラマス。正解です。素晴らしい。同じ種類。そう、一般的にヤマメは川に、河川に残る陸風型の、まあ、ヤマメと言われるものと、はい、別に河川、海に航海する航海型のサクラマスっていう2パターンの形 で、サクラマスはその航海して海に下るんですけど、また元の川に戻ってきて、その川で産卵をすると。なるほど。そういうような面白い生態。初めて知りました。ゆっくり結果発表。イエーイ。ジーマさん3問正解、ユラさん6問正解で、ユラさんの勝利でございます。ありがとうございます。さん、いやー、なかなか難しかったですよね。いや、難しかったですよね。ということで、はい、今日はねばるさんと一緒にクイズ対決してきましたけれども、さすがですね。いやいやいや、ありがとうございます。久しぶりにこういうクイズに触れたので、はい、すごく楽しかったです、はい。ということで、まあ、ねばるさんはお魚検定持ってます。はい、実はですね、実は2級までなんですけど。2級まで。実はもう1級の壁は1級は受けたんですけど、はい、ちょっとダメでしたね。ダメでした。あの、私のレベルでは全然太刀打ちできなかったです。いやー、本当に1級持ってる人って本当すごいと思いますね。まあ、ということで、あの、皆さん、はい、お魚、まあ、こういうクイズとか、あの、勉強してみてください。勉強してみてください、まあ、最後にチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。はい、OK です。お疲れ様でした。